こんにちは、白井ミュージックの白井と清水です。今回ご紹介するのはこちら、ジルジャン、A ジルジャンのミディアムライド24インチのご紹介です。シンバルはですね、どうしても、生産上の都合で個体差というのができてきます。自分が思った音と違うということを防ぐために、今からこちら動画、撮影しまして、この演奏したシンバルそのものをですね、買うことができるというシンバル動画というのを白井ミュージックはやっています。この辺かな、インフォメーションボタンですね、丸 I っていうボタン、そちらからですね、商品ページに行って、このシンバルを買えますので、音が気に入ったらですね、ぜひぜひよろしくお願いします。この24インチのシンバルは実は結構1枚限りの特価になっていますので、そのあたりも、ちょっとお見逃しなく、よろしくお願いします。では音の方を聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まずですね、24インチ安定してます。なんかとてもこうね、置いてこうシャーンってやった時もですね、なんかこう揺るぎない感じ、これはちょっと他にないのかなと思いました。重さもですね、この大きさで音聞くとこんなにあったのってびっくりしたんですけど、3980っていう結構重い、4キロ近いというですね、シンバルなんですけれども、なんかこの安定性はとても気持ちよくて、もちろんロック、の大きめなシンバルとしてもいいと思いますし、小さなところからですね、なんかすごいこうずっしりとしつつ、こう粒もしっかりしつつっていうところなので、アコースティックな、ね、ちょっと小さな音量のところというのでもすごい使い道があるシンバルかと思います。ロックにも、なんかこうアコースティックなものにもいけるという、なんか懐の広さ、で24インチという音なんですけども、これね、普通聞いてみてみるとすごくなんか理想の音に近いなみたいな、スピーカーから出てくるとこういうなんかライドの音ってこういう音が欲しかったよなみたいな音がしてるんですよね。そこも含めてですね、ちょっと最近のちょっとこう薄すぎてっていう感じのシンバルだとちょっとこう物足りないという人絶対いたと思うんですけれども、特に歌物やってる方とかですね、このやつですね、ちょっとこれの音の感じでちょっとボーカルの人に聞いてもらって、これで歌どうかなみたいな感じで聞いてもらうと、もしかしたらすごい歌いやすいかもしれないなと思いました。とてもね、面白いシンバルです。ということで、まあちょっと枚数もそんなにない、シンバルですけれども、一応カタログには載ってるんですけどね、僕もあまり見ない、24インチのミディアムライド、叩いてみたらとても良かったです。ぜひぜひ、気に入ったらですね、この辺もうちょっとこっちだ、この辺ですね、嘘だ、ここだ、ここの辺に、買い物カゴが出てるかと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回ご紹介したのはジルジャン、A ジルジャンのミディアムライド24インチのご紹介でした。白井ミュージックの白井と清水でした。